ギアってあのあれね、歯車、モーターで回る仕組みなので、確か2003年か2004年、やりますやりますが、何ヶ月経ってやっとできるかな。多分買ってから最高にモーターに負荷がかかった21センチのお皿、これをすぐに切り替えてっていうか、手と頭が切り替えて10個ずつ作れとかね、そういう職人的な仕事のろくろの話ですけど、そういないやろね。もう今学校で教えないんですよ、ろくろ。だからもうちょっと大丈夫かって思うよね。何か太古からの神事的な、神事的なやつは朝取り神社のあれで、はい、皆さんこんにちは、アンドンのマジタです。今日は峠、あ、日にち6月16日木曜日、これ何か分かりますか。もう今日半日かけて片付け作業、片付けってこのずっと何年もこのおばあちゃん家に仮置きして、何、自分の工房から引っ越したそのまんまで、ようこんなとこに入れたなっていうぐらい、多分100キロ近くあるよね、この機械。あ、機械、何の機械かっていうと、まあ園芸ではね、耕運機みたいなもんでね、土を練る機械、土練る機械でドレンキって言います。ドレンキっていう機械です。だから4年5年ずっとそのまんまだったので、まずこの中貸して、懐中電灯、あんま変わらんかな。もっとグッと中見て、あのね、もうカラッカラで、あの水分全くゼロの状態で、結構粘土入ってたもんで、前使ってからそのまんまで粘土の中に入ってたもんで、パキパキになって、あのめちゃめちゃ硬い状態になって出たので、手をこうやってほぐしてほぐして、やっと動くところまで来ました。で、動く前に今度はこのギアに、ギアってあのあれね、歯車、モーターで回る仕組みなので、歯車3つにグリス入れて、まあ本当あそこも入れたんやけどね、中のこのここにもね、こことここ、まあいいけど、よっぽどいい、大丈夫そう。前回のグリスもちゃんと残ってるし、まあいいやないですか。そう、こんなん傷むもんじゃないでね、機械としては複雑なもんじゃない。で、メーカーはここに書いてあるんやけどね、スイッチの横ね、これ、ここ。林田鉄工っていう、滋賀県やったかな、ああ、滋賀県のメーカー、信楽焼のね、滋賀県、信楽かどっかのメーカーで、どうやって運んでもらったのかな、もう忘れちゃった。確か2003年か2004年に買ったドレンキ、もう自分一人ではもうとてもじゃないけど、ろくろで作る量に対して土を練る量も同じく半端なくなってきたので、機
械を入れました。前勤めてた水月釜ではまあね、ドレンキはもちろんないので、要人間ドレンキって言われてました。まあみんな人間ドレンキなんやけど、荒川豊造から始まって水月の職人さんはみんな人間ドレンキを経て職人になっていくわけで、だからドレンキの存在さえ僕はこれ買う前は使ったことも一切なかったわけで、ドレンキっていう存在が僕にとっては全然別の世界やもんで、人間ドレンキっていう言葉にも何にもピタッとくるものはなかったね。何にも何やろ、違和感も何もない、その感じ方。ならドレンキっていうのはまあね、僕が長良陶房やってた頃は父親にずっとドレンキやってもらっとったんやけど、多分ね、なんていうかな、ろくろの実演をって言っとって、やっと第一歩が進むという状態。やりますが、何ヶ月経ってやっとできるかな。ほんとね、もうカチコチやもんで、ちょこっとずつ動かしてこの塊を崩していくんやけど、多分買ってから最高にモーターに負荷がかかった今までこんなここまでカチカチになるなんてこと一切なかったでね。もうずっとドロドロで使っとったで、申し訳ないわ。いきなり久しぶりに動いたらものすごい負荷がかかった状態ってねいい、ここメインスイッチやって、ここでオンオフがあるスイッチ、ただそれだけのスイッチで、こんな感じね。出てきた。こんな使い方普通はこう柔らかい粘土が筒状になって出てくる。でこのローラーがあって、ローラーにこの直径のこの筒の粘土がブーッとこうで、何回もまた入れて、何回もこう入れたりして、でだいたいまあ均一に練れたかな、その水分量とかまあちょうどいいかな、そしたら出します。でそれをろくろに使う。ドレンキは真空ドレンキといって、まあ今どこの大きいメーカー大量生産する陶磁器メーカーは全く中に空気が入ってない状態のにするぐらいこう圧縮する真空にするドレンキっていうものを使ってますが、まあ、これは普通のそこまで強くないドレンキで、あくまでこう循環できる、何回もこうで口もこれだけ大きくてね、すごいやりやすい循環型のドレンキっていうのかな。これはね、ほんと買ってよかった。これなかったらもう僕あんなたくさん作れなかった。で何やろうね、真空ドレンキと違ってこの筒状の粘土の真ん中にはだいたい空気が入ってる、空気が入ってるのをある程度まあちょこっと菊練りするん、
でそれをもうろくろにドーンと置いて作る。僕はね菊練りをね相当じゃないな、菊練りをほとんどしない陶芸家です。すごい。ろくろで空気抜いたり空気入ってたらだいたいここでもう空気抜いちゃうし、ある程度入ってても僕は構わないという考え方でした。まあ今もそう思ってるけど、締めるのは締める、ろくろで締めればいい。菊練りはねもうドレンキで十分という考えです。そこまでやらない。でもう少しこれちょっとねこれ本当に鉄分が強そうな土なのでかなり綺麗に取っちゃいます。あ大変やなこれ。私の仕事やね。でまあ土がねあの物置の中に、岐阜県のかまどの熊谷棟梁さんが割と長良陶房の終わりがけって言っちゃあれやけども、なんか間地田さん最近あブログもずっと毎日やってたし発信もしとったんやけど、まあなんかまああれやなって思ってブログも書かなくなって、マジタさんお元気ですかっていう感じで従業員の方がね伺ってみて、その時にねもうちょっとロット替えでもうあのもらってくださいって言って土もらったの、木札土を熊谷棟梁のいろんなたくさん扱ってる土、もうまあ志野に使える土を、それをねちょっと入れてあの柔らかい状態ろくろにできる状態にして、まあ一通り作るかな、作ったやつまたいざねやろうと思うと あれが必要やなとか、今かパッとあっと思ったのは石膏、ドロドロの土を柔らかい手で練れる状態に水分を抜くための石膏の鉢をあのいじらの薪の窯のあっちの小屋あっちから持ってこなか、まあいずれまた撮影しに山形市の窯場へ行きますけど、近いうちいろいろ一つろくろをこうやるまでの、やるまでとやった後の周りのものとか環境っていうのがすごい普段の生活にはない必要なものがたくさん出てくる。まあ前から言ってるけど長良陶房では当たり前だったことが今パッとできないっていうね。でここをもう少しきれいに片付けて、あのろくろやね、ろくろできる人って本当に今少なくなったと思う。特にピタッとこの大きさ、この高さ、この径の湯飲みで、次は21センチのお皿、これをすぐに切り替えてっていうか手と頭が切り替えて10個ずつ作れとかね、そういう職人的な仕事のろくろの話ですけど、そういないやろねもう今。分からんはっきりは知らん。ねえ学校で教えないんですよろくろ、だからもうちょっと大丈夫かって思うよね。もう今片屋でね、
型にもう高圧で型に流し込む鋳込みの勉強ばっかりじゃないかな、成形は。あとは石膏の型を削って、そんなことばっかりはね。それは六郎なんてっていう、もう中国ではそれこそ景徳鎮の六郎氏、今どれぐらいおるやろうね、分からん。あの人らはもう半世紀前まではものすごい技術持った人らいっぱいおったけど、今どうなっとるやろう。だから、はい、掃除して、まあ早打ちやります。こんなドレンキという機械の紹介でした。土を扱う、やっと骨董、園芸、そのあとは陶芸という、陶芸をやっとできることができます。はい、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。